どうも、しょうえです。またアランウェイクやっていきたいと思います。前回は、また、死にながらズタボロになりながら、前進している、アップ主でございます。ということで、今回もまた死にながらやっていきたいと思いますけれども、絶対ね、敵が出てくると思うんだ。僕だって赤いやつがいっぱいあるんだもん。あれ出てこないの？あ、なんかすごいいるんだけど、あそこに。もうおらおら、よし。え、ノーダメ？メッサいるんだけど、メッサいるんだけど、ちょっとちょっと、メッサいるんだけど、おら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 、皆の衆、皆の衆、どこだ、どこ行った今のやつ。まず一匹ずつ片付けていこう。よし、やばいやばい、めっちゃ囲まれてる、めっちゃ囲まれてる、めっちゃ囲まれてる。よし、バッテリーセットで、まずこの人を倒す。あっ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 、まだいっぱいいんだけど、ちょっと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 、よし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 、何も見えないよ僕。あやめてやめてやめて、バッテリー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 、やめて。ちょっとちょっと、バッテリー切れって何？危ない危ない危ない、ちょっとちょっと、やった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 、痛いよ痛いよ痛い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 、またまたそんなない、いった、ちょっとやめろよ、まあ、近づくなよ、そんな投げてきても無駄なんだよ、止めろ。よし、まだこいつあれですね、これでとりあえず何もなしで、よし、バッテリー切れたのか。もっとこの赤いやつ使えばよかったですね。でもね、おびき寄せてから撃つのも大変なんですよね、結構下手くそです、すいません。もっと赤いドラム缶使った方がいいですよって言われそう。ってことはまだ出てくるんだと思うんだ。バッテリー切れちゃったし、大ピンチでございます。電源を切るだって。次はどこ行けばいいんだろう。こっちかな。あ、あるんじゃない、これじゃない、フレアガンを取るだって。やった、オフにする、オフになったよ。オッケー。また出たよ。またか。またなのか。またなのか。赤いやつ使わなくて正解なのかな、これ。もしかして。いやー、どうだろう。ここでバッテリー切れって痛いよね、かなり。いやー、ちょっと待って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 、あっぷらあっぷらあっぷら、ちょ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 、どうすりゃいいのこれ。あれ動いてない人、あーちょ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 、なんなのあんた。ちょっとこれフレアガン使った方がいいのかな。いや、使わなくて正解で、まだ来るよ絶対。このポルターガイストちょっとうざったいですね。あれか、次は来いよ。ほら、うまく木の棒を使って、うまーく木の棒を使って、オッケー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 、ふう、電柱も使ってね、ちゃんとね。さあ次は、あー人がいっぱいいる、ちょっと待って、マジいっぱいいんだけど。よいしょ、武器をリロード。まずいまずいまずい、これは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 まずい。よいしょ、さあ、ちょっと待って待って待って、よし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 、フレアガン、ちょっと
持ってくれ、あっぷな、ちょっとあんた早く早く、ちょっと、ちょっとやめろよやめろよ、ちょっと。オッケー、まずこの人、マジかいマジかいマジかい、痛い、ちょっと、よしよしよし、それ逃げた、華麗に避ける、ちょっとこれでさっ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 さと、オッケーオッケーオッケー、はい次、はいオッケー、はあ怖かった、よし、弾もないのね、もう。じゃあちょっとショットガンにしよっか、よし、まだ出てくると思うんだ、ほら、おー痛い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 、ちょっと激しいよ激しいよ、ちょっと、なになになに、次それ、この野郎この野郎、あらあらあら、ちょっとそこで荒ぶってないでさ、ちょっとこれをうまく使ってやる、壁を使ってほら、オッケー、さあこれでいいのかな、もう出てこ、車が動いたり、そういうパターン、乗るだって、あ乗れたんかい、ちょっともっと早く行ってくれよ、そういうことは、いいのかな行って、あよかった、ちょっとなんか落ち着いたっぽい、あれこれなんかアイテム取れる場所かと思ったら違うのね、発煙筒が鍵ですねこれ、いや怖いねこれ、こんな狭いところで戦闘したくないんだけど、あなんか静かになったよ、えキーって言ったんだけどちょっと待って、あやめてよ、ちょっとやめてよ、お願いだよお願いだよ、ちょっと絶対いっぱいいるいっぱいすぎいっぱいすぎ、後ろにもいっぱいすぎ、ちょっとおら武器をリロード、ちょっと一回安全を確認するため一回下がります、ちょっとすごい、戦闘が続いております、早く切れてくれよ、頼むから、よいしょ、オッケー、華麗に避ける、はい次この人ですよ、はいはいはい、おらオッケー、はあなんかあのテーブルの上に置いてあるよ、ちょっとバッテリーとね弾が欲しいな、バッテリーとリボルバーの弾、リボルバーもちょっと一応リロードしておこうか、強いやつ持っといた方がいいかな、12発あるしね、さて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 、発煙筒とリチウムバッテリー、リボルバーの弾薬を取る、オッケー、でこれ上に向かっ、ミラ峠の展望台へ向かう、さまた出てくるんじゃないのこれ、上には行けなさそう、うわちょっと赤いやつあるよ、これ絶対やばいよ、ああちょっと待って、ほら、おいしょ、倒してない、よし、ちょっと痛い、ちょっとやめてよ、近づかないでよ、ちょっと痛い、何してんのあんた、ああ、怖かった。ちょっとドキドキさせないでよ、もう本当に、そんないっぺんに出てこられてもさ困るんですよ、何これ、トラストノーワンインザダークと、闇の中では誰も信用するなということですね、もう鼻から誰も信用してませんよ、これまた出てくんじゃないのこれ、でも黄色い文字があるってことは何かあると思うんだけど、ないのかな、特に黄色い表示はないですよね、ないな、じゃあ上行きますか、よし、
上は大丈夫？なんか登った途端とかちょっとすごい嫌なんだけど俺。コーヒーポットが置いてある。いやーいい雰囲気ですね。これまた不気味に光ってるよ、あのこれが。久しぶりの原稿。ウェイク、闇の存在に干渉される。闇に支配された者の中には自我の痕跡を残す者もいる。自我の痕跡を残す。それは死後経年に等しく、実際は単なる形骸に過ぎ、形骸に過ぎ。闇の存在がその目的を果たそうとするとき、多くの場合はこうした区物でこと足りる。はあ、より複雑な用途には精神を利用する必要があった。どういうこと？だからこそ闇は小説家のすべてを支配せず、触れるのみにとどめたのだ。どういうことだろう。闇に支配されたものでも生前の記憶みたいな自我のが残ってるってことね。だけどそれは死後痙攣に等しく、実際は単なる形骸に過ぎない。闇の存在がその目的を果たそうとするとき、多くの場合はこうした傀儡でこと足りるが。あ、傀儡ってのがね、あの操ってるってことですね。操られてる人ってこと。より複雑な用途には精神を利用する必要があった。ボスが必要ってこと？その傀儡師みたいのが。だからこそ闇は小説家の全てを支配する。小説家の精神が必要ってことね。触れるのみにとどめたのだ。ちょっと よくわからないですけれども、まあやっていきましょう。さて、闇の感じはないぞ。でも今のところね、多分大丈夫だと思うんだ。でアイテムとかないかな、こういうお部屋に。これだけ？これだけ？なかなかね、雰囲気が良くてね、あの音響効果っていうのかな、それがいいんでね、あのびっくりしますね。なかなか激しくびっくりするなんか日本語おかしいですけど、なんかピカピカ光ってるのは何これ。開ける、使う。あ、これで開ければよかったのね。あ、もう閉められないってこと？この車は何？先行手榴弾が電力会社の備品であるはずがない。そうだよね、電力会社の備品であるわけがなかった。そりゃそうだ。あ、またあった。こんなのにね、あのバッテリーを使うのはもったいない。よし、これ触れるとダメなんですよね。これ別に壊さなくていいのかな。まあ、だったら戦闘で踏んだりすると思うんだ多分。一応壊しておきますね。よし、オッケー。別に壊したからなんだっていうわけでも全くないんですけれども、黄色いマークとかないよね別に。あれ、なんかこっちにも行けない？こういうところになんか黄色い文字とかないの？特にない、ないみたいですね。はあ、先行手榴弾は結構タイミングが難しいですね、使うのが。さあどうしようかな。どんな塩梅でしやろ。現れた。まず後ろを確認しよう。後ろは大丈夫だね。で、3人登ってきてる。とりあえず、1人ずつ撃退しよう。よし、オッケー。1人目。後ろが怖いんですよね、ともかく。とにかく後ろが怖い。武器をリロード。さらしながら。よし、オッケー。あれ？オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。もうあっという間に2発になっちゃうんだ。オッケー、じゃあちょっとこれに切り替えますか、リボルバーに。まだ出てくんのか。もう複数戦当たり前ですね。
もうツーマンセルなんて可愛いもん、可愛いもんになってきましたね。あのでかいやつやばいぞ、多分。ちょっと当てておこうか、あのでかいやつに。ちょびちょび。オッケーオッケー。でかいよ、こいつ。こいつ絶対タフだよ。おお。この、ちびちび、ちびちびやってくんの怖いね。よしよしよし。リロードリロードリロード。オッケー。で、Y でバッテリー装備。おいっと！この野郎。なんなんだ、君は。さあ、もう出てこんだろう。これはすぐ弾なくなっちゃうね。バッテリーも。さあ、またいる、またいるよ。多分あれ敵だよ、あれ。後ろは絶対一人のわけがないんだけど、一人のわけが。よし、避ける。よしよしよし。後ろとかめっちゃ怖いんだけど、横とか。こいつタフなやつだよね、多分ね。ああ、ちょっとちょっとちょっと、そのタックルやめえ。横目すごい怖い、すごい怖い。まだいっぱい来るような気がするんだけど、気がしてならない。よし、あ、終わり終わり終わり。バッテリー切れだって。もうバッテリー切れた。なんかお助けアイテム的なものはないんですか、この世界には。お助けキット、そんな優しいことはもうないって。さあ、発煙筒とかもうまく使ってけってことなんだろうな。向こう側に行けってことですね。いやー、これはなかなか、このいいストレスがいいですね。また、ウェイクとバリー留置場にて。俺は留置場にいた。そばではバリーが捕まったってことかな。の顔色で落ち着きなく足を揺らしている。うん。鉄格子の向こう側には現行の束を手にしたナイチンゲール。はい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 。ブレーカー保安官がいた。ナイチンゲールは狂気じみた笑い。狂気じみた笑みを浮かべ、こう言った。ついに捕まえたぞ、作家先生。なるほど。証拠はここにある。連邦捜査官の暗殺計画。連邦捜査官の暗殺計画？ってことは？誘拐犯が連邦捜査官ってこと？原稿に書いてある小説家の原稿を題材にされても困るよね、その証拠にされても。あそこに、ちょっとちょっと、そのビビらせんのやめい。光があるぞ。でもなんかこっち側にもなんか、あ、黄色いマーク。黄色いマークの前には戦闘がありそうだ。矢印。待て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 。カラスが襲ってくる。いやー、もうトラウマです。カラストラウマです。お、いいね、さすが。開ける。先行手榴弾を取る。これだけ？これだけか。ざ、ちょっと待って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 。あ、いた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 。ちょっと待ちたまえって。だからちょっとそんなんさ、もう持たないから。先行手榴弾ってどうやってやんの？よいしょ。オッケー。一人だけしか死なない。もうしょうがない。もうもう一個一個いっとこ。危ない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 。もう一人は？結局使わせるってのがいいよね。今手に入った武器を。この先にコーヒーポット。お落ちる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 。コーヒーポットを取る。よし。あららららら。釣り落ちちゃったよ。さ、安全地帯がやってまいりました。
開ける、リボルバーの弾薬を取る、オッケー、リチウムバッテリー、ショットガン、ショットガン、よし、先行手榴弾もうまく使えば強いってことですね。作戦などなかった、持っている原稿を全て差し出して、それでダメなら銃で脅すまで。なるほど、これ怖いぞ。オンにする。何あれ、ポンプアクションショットガン。え、ポンプアクションの方が良くない？お、いいね、いいね、ついに来たんじゃないこれ。おお、いいね。これなんだろう、ショットガンってポンプアクションって、これレミントンかな。あ、また雰囲気変わったよ、また雰囲気変わっちゃったよ。これまた戦闘だよね、当然のごとく。あ、ちょっと待って待って、ちょっと待って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 。さあドキドキしてきたよ。あっち側なんかあんのかな、行った方がいいのかな。あい、なんかうろうろしない方がいいと思ったんだ僕。僕よし、さよなら。こんなんバンバン使っていいのかな。オンにする。ちょっと待って、めっちゃ出てくんだけど。ちょっと待て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 、先行手榴弾投擲、オッケー、でまだいるよね、よし、あら、よいしょ、オッケー。向こうが場所みたいなんで、行く方向なんで、向こうに行きたいところですけど、ああいうライトもよくうまく使った方がいいんですかね。あの周りで戦うわけにもいかないんですよね。よいしょ、消えた。これとりあえずオンにする。特に何もない。何もないのか。先行手榴弾強いね。あっち側行かなくていいのかな。もうちょっとでなんかチェックポイントが見えてくるんじゃないのこれ。違うのかな。あ、向こう側からも行けたってこと？ただ単に。そういうこと？ちょっと待って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 。ちょっと、とりあえずさ、すげえいっぱいいんだけど。ちょっと。ちょっと、とりあえず、先行手榴弾投擲。オッケー。よいしょ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 。オッケー。はあ、撃破撃破、なんとか撃破したよ。こっち側でいいのかな。もう先行手榴弾がないっていうね。さあチェックポイント。ちょっと待って待って、何何何何、見る、何何何何何何、見る。闇の存在は俺より先に同じ方向へ向かっていた。立然としたアリスを狙っているのか。アリスを狙っているのか。なるほど。どういうこと？お墓のマークがあるけど、これお墓のマークってわけでもないのこれ。あ、炭鉱で亡くなった人たちのお墓ってことこれ。そんな感じなのかな。ポルターガイスト嫌ですね。なんかいつ来るのかよくわかんないし。なんだなんだ、健康に悪いって何？何何こいつ、何こいつ、何こいつ、ちょっと待って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 、あっぷな。え、ちょっとちょっとすごいんだけど、どこにいるのかもよくわかんないし。うわー、本当にマジかい、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 つえ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 
超強いよ、超強い、超強いよこれ。まず武器を整理しよう。もうこれもない、弾切れ、くそまずいな、これはこれはまずいぞ。どうしよう。ああまた出てきた、また出てきた。よし、とりあえず近づくだけ近づいて、これでこれで、どこ行った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 か全然見えないんですよね。どこどこどこ、こいつは、こいつめっちゃ速い、よいしょ、うわ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 、そのテレポートまがいなこと使うなって。ちょっとこいつだけとりあえずやって、ほらちょっと距離詰めてバッテリーセットする。あそこでハマってるよあの人。はい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 、おーはいはい、おー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 おお、お前何者だよお前、お前忍者かお前。あ、なんか遠くの方で、え、今なんか敵が出てくる音だよね今の。この野郎、この野郎、この野郎、オッケー、しばいた。さあ頼みの綱の先行シールドも何にもなくなった。もう特に何もないの？なんかあって欲しかったけど。さあここからが、難しいところですよね。この頼みの綱が一切なくなって殻が、殻が、殻のっていうね。なんかそっちも見た方がいいのかな、こういうとこ。あでもなんかここありそうですね。よいしょ、よし、リチウムバッテリーを取る、使う。お、ライトだ、チェックポイント。さあここにもなんかお家があるのね。さあ、テキパキ進んでいかないと。なんかまた動き出しそうじゃないこれ。え、なんか動いてないこれ、何これ、乗れとかそういう系、なんか中にあるとか。あ、特に特になんか押してもいいことないっていう押してもいいことはないみたいですね。え、なんか今ボワンってなったよ。まずこういう納屋をチェックしていこうか。完全なゴーストタウンだった。軽く100年は経っているだろう。納屋じゃないのね、家だったのね。ここ軽く100年は経っているだろうって。おおお、びっくりさせんな。な、なに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 、なんなの今の。おおおお、ちょっと待って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 、出てきた。後ろから敵が出てきたりするのかな。うわあ、ちょっと待って待って、ちょっとこいつと格闘するの次は。オッケーオッケーオッケー。ああ怖かった。よし、もう28分か。早いですね、時間が経つのが。私がちんたらしてるせいか。さてそろそろ、次回予告をしないと。予告じゃないけど原稿を拾う。じゃあこれ読んで終わりにしましょう。ウェイクとケイシー。現実は小説ほど単純ではない。なるほど。スランプに陥って以来、何か明確な理由があればと何度願ったことだろう、はあ、だが現実には、事実は小説とはきなりでしたっけ。俺はただ疑念に苛まれていた。自分が書く小説の主人公とは大違いだった、うんうん、アレックス・ケイシーは揺るぎない意志でひたすらゴールを目指し、アレックス・ケイシーっていうのは主人公。俺は今も自分自身に、アリスに、バリーに腹を立て、不器用で無計画だった。なるほど。まあ、自分のことを言ってるんでしょうね。ちゅうことでですね、あんまりキリはよろしくないですけれども、今回はここまでにしたいと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。